こんにちは。セーターがもう完成したんですけど、これのまずは肩の部分を紹介していきます。裏表逆でしたね。こんな感じで、でこれの肩のところをこういう風に四角を2段で編んでるので、今日はここを紹介していきます。今日はこれからバイトに行きます。なんか私のバイト先はヌードルとかを出してるんですけど、カス、酒カスのうどんとか、あとは普通にラーメンとか、あと私が好きなのはピーナッツじゃない、アーモンドとか、なんかごまドレっぽいやつにライスヌードルと、あとケールとかが入ってるソースっぽい混ぜそばみたいな感じのやつが好きなのと、あとはなんか期間限定でソイミルクとかのうどんとかキムチとか、最近は親子丼もあるんですよ。カレーとか、カレーめっちゃ好き。カレーがあったら絶対カレー食べる、なかったらソイ食べて、たまになんかすっきりやったら酒粕食べるみたいな感じ。めっちゃおすすめやから、バンクーバーに来た時は来てください。ハーベストコミュニティっていうカフェショップです。では今日も編んでいきましょう。はい、パッチワークを今までで、6種類の模様を紹介したんですけれども、その6種類を4枚ずつ作りました。これとこれとこれ、これを4枚ずつ作りました。そしたら24枚になって、で12枚で表側裏側と縫い合わせていきます。縫い合わせるのは普通にもう別の糸を使って縫ってみてもいいんですけど、それかこの端の糸が結構長く残っていたりしたら、この端の糸を使って縫い合わせていきます。縫い合わせ方は別にもうシンプルで、端と端をくっつけていくっていう感じになるんですけど、もしこれとこれをくっつけたかったら、これとこれにしましょうか。これとこれをくっつけたかったら、この端の目を通して、で次またちょっとこれは端っこまで模様があるので分かりづらいんですけど、目を通してもらって、でこの端を通す。なんかこれも人それぞれやり方がいろいろあると思うんですけど、なんかこの2個横から見たらこういう風に表目みたいなのが見えると思うんですけど、これを2個ずつこじも取って、この表目を全て取って、こっち側も全て取ってってして編んでもいいし、この一つの表目の一つ側だけ上側だけ取ってもいいしみたいな。で編んでみて、その見え方が違うと思うんですね、その取り方によって。で自分の好きなやり方で編んでいってもいいし、とりあえずちょっとこれを閉じていきます。違う糸で編むだけで、またデザインが違うかのように雰囲気が変わるので、もし別の色でちょっと個性的な感じにしたいと思ったら、こういうのも入れてみたりするのも
可愛いなって思います。こんな感じで、で全て12目つなげたのがこちらになります。横に4個縦に3段つなげました。肩の部分なんですけど、こんな感じでここの部分を作っていきたいんですけど、こっち側が背中側で、こっちが前側になるんですけど、この四角すぎてちょっと着づらいと思うので、少しだけ肩の部分をつけます。で、つけ方なんですけれども、まず前側にしたい方を決めていただいて、で、針は前回と一緒のパッチワークを編んでたのと一緒で7号針を使用します。で、毛糸も同じものを使用していきます。まず前側にしようと思っているところのこの片側、端側から43目1目ずつに1目をピックアップしていきます。引き抜き編みっていうんかな、こういう風に1つの目に針を刺して糸をかけて、抜けないように引っ張ったまま出してくるって感じになります。針を刺して糸をかけて引き抜く、で次の目に針を刺して糸をかけて引き抜く、針を刺して糸をかけて引き抜く、これを43目真ん中に向かって編んでいきます。はい、43目引き抜き編みができました。裏目を3回1、2、3、裏目を3回編んだら次表目を4回1、2、3、4で、その次裏目を4回1、2、3、4、次表目を4回、これを端まで繰り返していきます。表目4回、裏目4回。はい、これで端まで編めたら、次ひっくり返して裏側から編んでいきます。裏側からさっき表目をこの見たところ、自分側の方から見て表目があるところには表目、裏目があるところには裏目という風に編んでいくんですけど、まず最初は表目があるので表目を編みます。なんで表目4回裏目4回になりますね。表目を4回裏目を4回表目を4回これを最後の3スティッチ手前まで、3目手前まで編んでいきます。はい、3目手前まで編めました。そしたらここでまず1つ目の目は表目編みます。そしてその次の2目を2目一度で編みます。これで1つ減らし目をしました。で、次表側になります。で、ここでも減らし目をしていきます。まず表側で裏目裏目となってると思うんですけど、この裏目2目をまず減らし目をします。2目一度で編みます。そしたら次からはもう端っこまで4目ずつ表目裏目と編んでいきます。表があるところには表目を、なんでまず表目を4目2、3、4
で表目を4目編んだら次裏目を4目。はい、端まで編めたら次裏側を編んでいきます。まず表目、さっきとずっと一緒で表目のところには表目を3、4、で裏目のところには裏目で、これで最後の2目手前までこのまま編み進めていきます。はい、最後の2目手前まで編めました。そしたら最後の2目は2目一度します。裏目2目一度です。はい、これで針に40目残っていることになります。で次は表側からになるんですけど、もうここからは減らし目はありません。で次なんですけど、表目があったところには裏目を編んでいきます。まず表目があるので裏目を4目ここには編みます。裏目を4目、で次は裏目があるので表目を4目、1、2、3、4。そしたらこれの繰り返しで表目4目裏目4目と編んでいきます。はい、端まで編めました。そしたら次裏側になります。でこれを裏側にしたら裏目のところには裏目、表目のところには表目と編みます。なんで最初は裏目を4回。これを端まで繰り返して裏目4回表目4回やってください。で次なんですけど、さっきの表目側と裏側をあと2回繰り返していきます。はい、端まで編めたら次表目側同じことをやっていきます。裏側のところには裏目、表目のところには表目、なんで裏を4目表目を4目で、裏側も同じで表目のところには表目、裏側のところには裏目を繰り返して表側裏側と編んでいってください。はい、2段編み終わりました。そしたらこの四角が2個あるような感じに見えると思います。でこれで全ての目を伏せ目していきます。伏せ目なんですけど、1目編んでもう1目編んでかぶせる、これで全ての目を伏せ目できました。そしたら後ろ側と縫い合わせていきます。後ろ側のこの脇側の部分からこういう風に編んで縫っていきます。縫い方はこのパッチワークを縫い合わせた時と一緒になります。で縫い合わせた感じがこんな感じです。ここの部分がさっき編んだところになります。で裏側と表側をくっつけました。ではこれの次は袖の紹介動画になります。